日本ハムは16日、今オフに戦力外通告を受けた北浦隆二投手、24、安西奏と投手、20、と育成選手契約を締結したと発表した。背番号は安西が、154、2、北浦が16、163、2決定。高卒7年目の北浦は今季、開幕一軍入りを果たし、リリーフながら4月上旬までに2勝をマーク。 貴重な左腕として新庄監督も期待していたが、5月以降は2軍のままシーズンを終了した。先月28日に戦力外通告を受け、球団側から育成契約を打診され、熟考の末に育成で再スタートすることを決めた。